ダイヤモンド、パール、プラチナ、ハートゴールド、ソウルシルバー、ブラック、ホワイト、ブラック2、ホワイト2、X、Y、オメガルビー、アルファサファイア3、ムーン、ウルトラ3、ウルトラムーン、これをご覧ください。でででんと。もうこれを見ていただけたらわかる通り、もう僕はポケモンが大好きでーす。はい、どーん。はい、どーん。じゃがじゃーん。じゃんじゃがじゃんじゃんじゃーんと。今日はですね、これに新たな仲間が加わります。こんにちは、アッキーです。これはですね、僕自分で手作りしたポケモンカードをね、こうわざわざなんかロゴとか勝手にダウンロードしてきてね、勝手に作った、じゃーんと、ポケモンソフト入れるやつですわ、じゃーんと。ここにね、新たな仲間が、まあ、これは全部 DS シリーズのソフトだったんですけど、ついにスイッチの仲間がここに加わります。バーン、ザーン、なんでしょう、これは。ここに住所貼ってあったんで、ベリベリ剥がしたんですけど、待ちに待った、見てください、11月15日指定。もうね、早く配っちゃダメですよって。おっと、なんだこれは。ちゃんと発売日にしか届かない仕組みになっています。おー、どん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 、ほい。そうです、新たなお仲間、ダーン。ついに舞台はスイッチに、ソード&シールド来ました。ポケモンセンター限定版のね、なんだっけ、2つセットのやつ買いましたよ。じゃーん。ということで、このセットをね、今日は開けていく動画になります。はい。じゃあ、まあ、まずは普通に、ソードシールド開けますか。二つ一緒になったやつですね。おー、ついに、スイッチ版ですよ。ガラル地方という地方に僕が旅立つらしいです。はい、出た。シールド。そうなのか。君が未来のチャンピオン。まあ、ストーリークリアはね、確約されてるからね。ソード、はい。ソードをメイン、シールド、サブ赤にするんですよね。だから、まあ、サンムーンだったら、サンがメインで、ムーンをサブ赤にするんで、毎回2本買うんですよ。はい。なんで、今回ももちろん2つセット買いました。はい、新たに、ソード、シールド加わったということで、ドゥドゥドゥンと続いてはですね、よいしょ。フィギュア、開けていきます。おー、出たー。今までのフィギュアも撮ってるんですけど、ヒバニですね。あー、サルノリ、ジェーン、メッソン、頭取れてる。下、大事だ。はい、なんだ、サルノリ、いい感じですね。ヒバニ、はい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 。これがメッソン。かわいいですね。はい。フィギュア来ました。じゃあ次、ドーン。まあ、僕はこれがおまけの中で一番メインかなと思ってます。はい。毎回ついてくるんですけど、二つセットについてくるおまけ。じゃーん。アートブック。あ、触り心地がなんか、サラサラというか、なんていうのかな。こんな触り心地です。ん？ロトムいるじゃん。おー？なんだこれは。初めて見たぞ。おー、いい感じですよ。ドラム叩いてます。ちょっと中開けていこうかな。おー、何にも書かれてない。よいしょー、これは、ガラル地方ですね。ガラル地方の。おー、かっこいいイラストが載ってます。よいしょー、いい感じですね。はい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 、ペラペラ。皆様にも僕優しいんでね、見せてあげますよ。あ、いや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 。おーおーおー。特に感想も述べないっていうね。お、新キャラクターたちの公式ですね。お、デザインのやつですね。まあ、毎回、いつも、ハートブックってこんな感じなんですよね。よいしょ。はい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 。なんだこれは。サッカー場みたいなやつですね。おー、なんか書かれてる。はいはいはい。はい、以上がね、おまけになりますと。よいしょ。これだけです。はい、開封動画おしまいです。はい。